おはようございます。しばらくですね、今度は偉人のね、自伝みたいなねところをやってみたいと思います。で、明石書店様からね、心よく著作権については、ありがとうございました。ちょっと細かいんですけども、やはり読書メーターのねところから読んだ2冊についてね紹介したいと思います。まあ約ですね11年前なんですけども、どういうことがね書いてあったかなんですよね。特にね、正直だとかですね、まあ寛容という言葉がね非常に私にはね重要だなと思っております。それからどういう本だったかなんですけど、図書館から借りてね返してやったんですけど、やっぱ筆記体ですよね。私もね話したかもしれませんけど、中学時代はね、とにかく英語についてはね筆記体でねノートに書きまくったようなね経緯があったので、そのようなね筆記体ですよね。そのようなところ、あるいは、この88ページに書いてありましたけども、他人の権利向上のために戦っているから自分の家族を顧みないというのは正当化できることなんだろうか、これちょっと響きますですよね。それから、まあ、感想文に書いたんですけども、やはりですね、手書きのね価値というのをね池上先生に教えてもらいましたけども、そのようなところですよね。で、もう一冊ありまして、やはりこれはですね9年前なんですけども、これですね、 There is good something good in all human beings ですね。誰にも良いところがある。これがですねないがしろにされているので、ちょっと世の中はねうまくいかないと思っております。で、アマルティアセンとのね潜在能力ですよね、これともねつながっていると思います。ありがとうございました。